今回はなんで、このプジョー208を選んだかっていうのをねお話ししていきたいんですけれども、そもそもレンタカーを去年サッカー観戦を中心に本当週1回か週2回ペースで借りてたんで、それをやってるうちにやっぱこれが自分の車だったらこうもっと楽しいんじゃないかなっていうふうに思うようになってきて、だから買おうかなと思ったのが12月ぐらいですかね。そこから2ヶ月ぐらいどんな車がいいかなって探してて、国産車の方がもちろんこう維持費とかそういう意味でやっぱ安心というか、そういう意味で言ったら絶対国産車だったんだと思いますけど、せっかくなら自分の好きな気に入った車に乗りたいなと思って外国車、輸入車含めていろいろこう探してたところ、中古車でお手頃というわけではないんですけど、でもそんなにメジャーすぎでもないメーカーがいいなっていうことでプジョー選びましたっていうのと、そもそもそのいろいろ探してるうちにこういう B セグメントコンパクトカーがいいなっていうふうに思ったので、っていう時に新型208が発売されたんですよ。すごいかっこいいんですよね。 今のこの乗ってる208のもう一個、新しい車なんですけれども、それにねちょっと正直一目惚れしまして、プジョーいいなというふうになって、でもさすがに新車はちょっと手が届かないなという中で、先代モデルのこのプジョー208ならどうかなということで調べに調べて、で次回以降ちょっとご紹介すると思うんですけれども、ここほらサンルーフついてるんですよ。シエロっていうグレードなんですけれども、これがねすごい開放的なんですよ、ね、すごいもうねこれ全然違うでしょ。もうこれをねこだわって探してでたどり着いたということですね。ごめんなさい、全然まとまってないですけど、とにかく自分の好きな車を本当に最初に乗りたかった。それはもちろん維持費、これからかかってくる費用を考えたらこれじゃなかったかもしれない。廃屋ですしねでもやっぱ最初人生初のマイカーですし、自分の納得のいく車にしようと思って出会って2ヶ月間ずっとなんとかいろいろ考えて、いろんな人に、相談とかもしながら、この車にたどり着きました。またこの後もお話しする機会あると思いますけれども、今回はこの辺りでまだね買って正直そのままの状態なんで、中古車あるあるかもしれないですけど、ここちょっとあれだな、ここはこうしたいなっていうところどんどん出てきてるんで、またそれ一個ずつ皆さんに見守っていただきながらやっていきたいなと思いますので、今後ともよろしくお願いします。タカーライフでした。バイバイ。